怪文書かな。カモちゃん、チッス、カモちゃんやと、なんか他人行儀な感じやし、ええやろって、全然焼けてないな。引きこもってゲームばっかりしてるんちゃう？仕事？あー、なんかすまんな。最近格ゲーめっちゃ大会多いよな。でっかいのから、ちょいちっちゃいやつのとか、オンオフどっちもめっちゃあっていいよな。こないだあったけど、ギャルコちゃんも、なんかめっちゃモチベ上がってたわ。やっぱ、戦いの場があると燃えるよな。ところで、さ、最近ストリート的なやつをやってんねんけど、あれコンボとかキャンセルのタイミングめっちゃ独特やない？メルブラとウニしかやってなかったから全然慣れんくてさ。あれはもう結構一定のリズム？結構一定のリズムやし、先行入力も結構効くやん？なんかもう、これが辛くて、これなんで読むのこれ。大菩薩。カモネ観音に推しをいただきたいんやけど、パリひたすら練習するしかないんかな。頼むわ。この通り。はい。怪文書の気配。まさに怪文書ですね。はい。お便りいただきありがとうございます。そうっすね。俺が話すと、おばちゃんになっちゃうんですけど、多分これは、ギャルの一種ですね。ギャル子ちゃんと友達のギャルですね。で、ストリート的なやつやってて、タイミングが独特と。これね、一応真面目に答えると難しいです。ストリートファイター系のゲームのコンボって。アンダーナイトとかメルブラとか、まあコンボゲー系のゲームと違って、コンボの難しさの場所が全然違う。全然違います。どう違うかっていうと、ヒット確認とかコンボの切り分ける、振り分けるタイミングがめっちゃ手前の方にあります。コンボゲーって、まあ繋ぐルートがなんだろうな。複雑というか、複数あるおかげもあって、結構手堅い選択肢が多いんですよ。固め兼コンボ指導みたいな。それを現実的には狙うことが多い。ガードされると攪拌だけど、減る指導を狙うよりは、ある程度手堅い指導から行って、そっからの最大を取ることで、堅実に行こうっていう風になる。けど、ストリート的な感じのゲームになってくると、そうはならんくて、最大取りたかったら、リスクのある技を振って、で、そっからのコンボに行こうってなるわけ。で、この時、そうなんだろうな、のルートが、中、強、うんちゃらとかじゃなくて、強、キャンセル、なんか、OD 技、うんぬんかんぬんとかになってくるんで、もう、ボタンを押した瞬間に必殺技の入力をさせられる感じが、まずあるのね。ある程度のコンボゲーだと弱、中、強、しゃがみ、強、はい、必殺技みたいな感じで準備段階をしてからコマンド入れたりするんだけど、いきなり必殺技を入力させられることが多くて、これはね、結構まず難しい。世話しないです。キャンセルタイミングなんだけど、これもね、すごいふわっとしてます。ふわっとしてるというか難しい。コンボゲーのやつってめっちゃ先行入力効くんで、ほぼほぼ同じようなリズムで A, B, C, 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 C みたいに押していけば、まあまあなんとかなります。だけど、こっち系のゲームはそうになってなくて、基本的に目押しをするか、キャンセルするにしても、なんだろうな。いやまあ結構やっぱ目押しが増えるわけよ。で、いわゆるキャンセルも、まあ連打キャンセル的な、しゃがみ弱パン弱パン弱パンみたいな、ピッピッピンみたいなやつがせいぜいあるぐらいで、まあ、そっからじゃあ必殺技とか、ラッシュうんちゃらっていこうって思った時、操作としてはかなり複雑な感じになるし、その、なんだろうな、複雑というか、リズム感的にはね、結構ずれるんですよね。で、まあ独特なのはだからそうなんですけど、はい。じゃあ練習するしかないかどうかって話なんですけど、練習するしかないです。やるしかないです。練習するしかないです。で、ポイントとしては、まあ特にストロークがそうなんですけど、同じ中攻撃ぐらいでも技によってヒットストップとかキャンセル猶予とか、のけぞり時間が全然違うのね。一般的なコンボゲーだと大体弱攻撃がこれくらい、中がこれ、強がこれっつって結構決まってることが多いし、ヒットストップも大体決まってるんですよ。なんだけどストリートな6のやつだと結構まちまちなんですね。だから一個一個バラバラなんですよ、タイミングが。技によって、コンボルートによって。だからどうするかっつうと、俺はこのコンボルートで行くって言ったら、そのコンボルートだけ練習してください。格ゲーコンボゲーみたいにバン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 コンボルート増やしていかないで、まず少ないコンボルートでそれを安定させるのを集中した方がいい。だって難しいから、シンプルに。まあそもそもたくさんそんな求められないしねっていう感じです。でキャラを変えたらまた一から覚え直しって感じなんで、ここはね、なんか
簡単な面もあるんだけど、ストリートファイターの系のゲームってそのリズム感というか的には難しい面は結構ある。だからそのアシストコンボとかでうまくフォローしてるんですけど、実際各キャラのアシストコンボやるとわかるけど、キャラによってその出てくる技が全然違うじゃない。だしルートもコンボルートも全然違うと、まあ、つまるところキャラによってコンボのパーツルートが全然違っていて、これはもうシステムとして成立していないので、当然リズムもバラバラだし、先行入力なんか聞くわけがないという話になって、結論、ややこしいという感じになっているというので、数を絞ってひたすら練習するしかないです。そんな感じです。何か参考になっていれば幸いです。そんな分かっとるわって言われそうなんですけど、まあそうするしかないと思います。はい。お便りいただきありがとうございました。